皆さんこんにちは。ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田夏樹とキム・ギョンムクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、カルチャーから知る朝鮮半島のこと第もう8回目に。ボリューム8です。はい。ということで、あまりこういうパターンなかったんですけれど、今回はお部屋を飛び出してね、実際にちょっと現場を訪れてみようということで、私たちは今、ウトロ平和記念館にお邪魔しています。で、今日は副館長のキム・スファンさんに中と、そしてこの周辺を案内していただこうと思います。キム・スファンさんです。本日よろしくお願いいたします。世話になります。開館したのが、今年の4月30日。はい。ですね。そこからもう、半年近く経って、もう、どれぐらいの来館者がこれまでいらしてますか？そうですね。今までで約、4800人、超えてまして、もう、5000人に。3000という数字を聞いたり見たりしたのが、7月ぐらいだったと思うんですけど。そうですね。はい。で、やっぱり、開館当時はすごくたくさんお見えになって、で、また8月、夏休みがあったので、それで研修だとかたくさんの方が来てくださって。あ、そうなんですね。その、まあ、5000人近くの中には、まあ、大人の方もいれば、例えばその子供たちが、学習で訪れるということもあるんですか？そうですね。学校の人権学習ということで、生徒、学生たちを連れてくるだとか、前はそうですね、沖縄の子供たちがですね、平和学習ということで、ここに、来てたりですね。で、まあ、中にはその、今、探究学習という形で、されている学生たちが、自主的にですね、グループを作って、で、在日朝鮮人の歴史、人権を学びに来ようということで、ここに来てくれた。それは大学生であって、高校生。高校生。地元の、はい、私立の高校生たち。5、6人がグループで来たっていう、そういうことになったり、やっぱり私たちが思ってた以上に若い人たちがたくさん来てくれてですね、で、カップルでですね、手をつなぎながら男女がウトロに来て、行くという、ね、今まで考えられないことが起こっていて、住民たちもとても喜んでいる。なるほど。直接多くの方々にここに来ていただくということももちろん大切なんですけれども、今回は遠方でちょっと行きたいけれど、なかなか行く機会がないなという方にも、動画を通して、この記念館をご紹介できたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、中に。中はい。まず出迎えてくれるのは、ウトロに生きる、ウトロで出会う。という記念館のキャッチコピーです。私たち そのスタッフたちで議論をしながら、このキャッチコピーをこれにしようということで決まりました。そのスタッフの中でね、韓国からの留学生で今教員をされている方がこれにしようということで、もう満場一致で、素敵な言葉だと。ねえ、その生きると出会うにこだわった理由というのはどういったことだったんですか？そうですね。本当にこのウトロで、生き抜いた人々の歴史がここにありますし、その人々の人生の中には出会いというのがとても大事なものとして、位置づけられていると思うんですね。このウトロがとても困難な課題、たくさんあったんですけども、やっぱりここに生き抜いた人たちと、ここでいろんな人たちと出会ったこと、がこの問題を解決に導いたとても大事なものとしてこのような形で入ってきた。多分上で本格的に説明を受けながら確認取れると思いますけども、韓国とか世界から集まってきた人たちが出会って平和を語り、共生を考える場にできるっていうふうに思ってますね。本当にここはシンボリックな場、コロナさえもう少し落ち着けば、そうですね、多くの方に来ていただきたいなと思います。では中にお邪魔します。はい、ここ2階の部分が常設展示場となっておりまして、このウトロ地区の歴史をここで展示をしています。で、まあ、歴史の記録ですけれども、そのテキストとかそういったものではなくて、やっぱり人々の表情であったり姿で感じていただきたいということで、写真をたくさんここで貼っています。どのぐらいの期間をかけてコレクションされたんですか？ですね、まあ、実際そうですね、この原稿を作るっていうのが、ファイルを見るとちょうど1年前だったんですね。だから2021年4月30日から、
作り出して、まあ、1年だけですね。まあ、先ほど出会うっていう、こう、コンセプトを紹介していただいたばかりですけれども、もう、一番最初にこう、常設展に踏み込んだところから、まあ、写真を通して出会うっていうことが、ここから始まっていくっていう形ですよね。そうですね。本当の人たちに出会う。人間の生きた歴史っていうのに出会っていただきたいっていうところ。で、やっぱり写真をたくさん。ちなみにお聞きしてよろしければ、はい、昨年のその8月30日にその魔法化事件が起きてしまって、で看板なんかもこう消失してしまったという中にこれらも含まれているってい う, そ, う、ね、その消失した看板がここにあるこの看板で、これをこの記念館に持ってくるためにですね、外して保管していた倉庫が、保管対象となって、これらは基本的にほぼ消失してしまった。はい。で、この常設展示場は4つのセクションとなっていまして、ここの第一章部分が、どのようにウトロという、在日朝鮮人収入地区が作られるようになったのか。で、第二章の部分は戦後のここの人々の生活。で、第3章が、土地の問題、立ち退き問題ですね。で、4章が現在のウトロということで、特にやっぱりここの第1章の部分というのは力を入れざるを得なかったというのがあるんですよね。本来ならばウトロのテーマで、やりたい、そのまま始まってもよかったんですが、やっぱり今 の, その歴史修正主義だとか、そういった誤った認識が多い中で、やっぱここのなぜ朝鮮人たちが日本に来たのか、そしてこのような集落がなぜ作られたのかという歴史の背景、当時の社会の構造というのをしっかり踏まえないと理解ができないということで、結構ですね、頑張って。やっぱりそのウトロに対するその差別だったりですとか、まあ、そういったこう偏見みたいなものって、こういうやっぱりその土台 の, その歴史の認識だったり知識の部分がこう抜き落ちてしまっているということも、あれ往々にしてありますよね。そうですね。だからよく言われるのは不法占拠という言葉なんですけども、そこからまた言葉が変わって不法滞在とか、そういう言葉まで発展して、まあ、そもそも密航者の子供であるとか、まあ、そういった考え方。だから、当時のその植民地支配だとか、その戦時体制の、そういったものを全部すっ飛ばして考えるようなところが、あるので、そういうのを踏まえないと、理解ができないと思いますので、こういった、展示をしています。京都飛行場建設計画っていうのが、多分、ウトロに人々が集中し始めた原点になるような気がするんです。この点、もう少しだけ説明していただけます。そうですね。まあ、1930年代の末にですね、日中戦争も激化していく中で、これからの戦争はその航空戦だということで、京都飛行場を作ろうという計画が、政府のレベルで、作られるんですね。で、その時はまだここではなくて、まあ、全国で5カ所ほどという計画を出された時に、京都市と京都府が力強く誘致をするんですね。で、京都はもともとそういう観光であるとか商業というのはたくさんあるんですけど、工業がないと。で、この京都府南部に一大工業地帯を作ろうという、そういう狙いがありまして、京都府がそれを積極的に誘致をするということに。別のところで説明があったような気がするんですけども、ウトロの語源っていうことについて もう何度もウトロウトロって言ってますから、ちょっとだけ説明していただけますか。そうですね。来館者の中でですね、一番質問が多いのがウトロという地名はどういう意味かということなんですけども、それはここにあるその江戸時代の当時この地域の地図なんですけども、ここにそのウド口というふうに書かれてるんですね。このウド口っていう、まあ、口をローと呼んで、ウトロになったというふうに言われています。じゃあ実際地図の行政地区名としては存在してない。あ、存在しています。今はもう存在している。はい、今は存在していまして、その初めて、行政の文書にウトロというカタカナが出るのが1951年に宇治市が始まるときに出るんですね。で、それ以前は新聞報道を見ても朝鮮人販売、伊勢田販売というウトロというのは出てこない。こういう特異な地名というのは、ここに、当時は朝鮮人たちしか住んでいなかったので、まあ、朝鮮人たちが口をローと読み、またその濁音
は朝鮮語話者が難しいので、ウトロになったんじゃないかと、そういうふうに言われています。朝鮮人がたくさん集まってきた背景ということは分かっているんですか？そうですね。ここで、進められていた、この飛行場建設に、たくさんの朝鮮人労働者たちが集められたということで、ここの人たちは直接的に朝鮮半島から強制連行された人たちじゃないんですけども、日本の植民地支配の中で、いろんなその土地を奪われたり、生活基盤が破壊され、日本に来る。で、日本に来ても、仕事もなければ、住むところもない。そして、徴用に、引っ張られる。という中で、ここに来ると仕事もあって、住むところもあって、徴用にも行かんでいいっていうのを、当時ラジオで聞いたっていう人たちもいるんですね。そういう触れ込みの中で、人々が集まってくる。特にその、日本の人でも徴用に行けば、生きて帰ってこられるかわからない状況で、朝鮮人に自分たちが絶対死んでしまうと。本当にその自分たちの命を守るために、ここに来ざるを得なかった、そういう状況があったんですね。ここに来られた方々は必ずしも強制連行の人たちじゃなかった。そうすると歴史修正主義の人々にとっては強制連行はなかったっていう状況に飛躍してしまう。この部分をどう理解していくのかっていうのがとても難しい複雑な状況だと思うんですけども、どのように説明を若い人たちにされているのでしょうか。そうですね。先ほどのお話の中でもその植民地支配の中で生活基盤を失った人たちが日本に来ざるを得ない。でまた戦時体制という中で自分たちの命を守るためにこういうところで働かざるを得ないということで、自分たちの命を守るという生活を守るという中で自由な選択肢がなくこういうところに来ざるを得ない社会の構造があったというところで説明をしていまして、社会の構造の中で自由な選択肢が奪われた、これは強制といっても私は過言ではないというふうにも思います。先の説明この部分はいはい。なんですよね。で、こちら、宇治市の部分に飛行機製造工場があって、うん、で、こちらにそのパイロットの養成学校があるということで、そうですね、ここの部分に関しては、その日本国際航空工業という、軍指定の軍需企業が、この土地を買収して、作っていたということで、戦争に加担していた、国策として戦争に加担した企業なんですけども、民間企業だったというところで、この土地問題がこういうややこしくなっていく、そういう起源でもあるんですね。日本では、ね、その軍、政府じゃなく、民間がやったらその戦争責任とか、植民地支配責任は関係ないのような考え方があると思うんですけども、そういった考えがこの土地問題にも強く影響を及ぼすというところなんですね。そうすると解放後あるいは日本のいわゆる日本語で言えば終戦、人によっては敗戦後ですね、この米軍が接収するというパネルもありましたけれども、米軍にとって朝鮮人というのはどういう存在として映ってきたのでしょうか。そうですね、ここの写真がちょっと象徴的かなとは思うんですけども、この広場で行われていた当時、ここにあったいわゆる国語講習場朝鮮学校の前身の学校 の, 運動会なんですけども、1947年時点でここで掲げられている国旗が正常旗とイギリスの国旗と対極旗と国民党の台湾の国旗になるんですね、だからその日本の占領政策がまだその冷戦構造の中で進んでいない段階においてはすごく関係は良かったというふうに、見えるんですよね。でその後そうですね、冷戦構造が固まっていく中で米軍との対立が強くなっていくということで、朝鮮戦争を迎えるとこのようなその弾圧であるとか強制捜査が行われるとか、その米軍との基地のいざこざというのがたくさん起こっている、そういう状況になる。このあたりもそれを象徴するような写真ですかね。そうですよね、はい。こういったところのその国語講習場というのが1949年以降全国的にその日本政府と GHQ によって閉鎖されていくというのが、法的な根拠の中ではその日本人なので日本の義務教育を受けろということなんですけども、やっぱりその背景には冷戦構造、その左派団体が運営する朝鮮学校の閉鎖という、そういう背景もあってこういう閉鎖が行われ、このウトロにあった学校も閉鎖されるということがありました。
日本に生まれて、または日本で長く住んでいくのに、なんで日本の学校に行かないのかっていう質問を、今の若い人たちはたくさん抱くんですね。はいはい、それについて、民族教育の必要性っていうのはどうお考えですか？そうですね。過去以前ですと、やはりその、故郷にいずれ帰るであろうということで、故郷に帰った時にちゃんとコミュニケーションを取れるようにという思いで、教育が始まったという考え方もありますし、現在でも、故郷には帰らないんだけども、自分たちの民族教育をするというのが続いてるんですけども、やはりその自分の中のアイデンティティというところですよね。そこをしっかり育むというところで、民族教育というのはすごく大事な部分ですし、特にこの歴史修正主義というか、こういう植民地支配責任等が認識されていない。この社会の中では、アイデンティティが育たないところがやっぱり抑圧される。そういう部分なので、それが抵抗であったり、回復であったり、そういった意味でも、すごく大事な取り組みとして、民族教育があると思います。こうしたその歴史をこう辿りながら、生活の実際のこう、痕跡もしっかりとこう散りばめていくというのは、やはりどういった思いからですか？そうですね。やっぱりこの戦いとか運動だけじゃなくて、生身の人間が生きていたんだというところで、その人たちが何を使って、どういうふうに生活してたのかっていうのをやっぱり感じていただくっていうところが大事だと思いますし、例えばこういうね、日本語では絹立てになるんですけども、はい、これは洗濯する道具じゃなくて、洗濯が終わった後にシワの場所をするもので、やっぱりね、在日の年配、お年寄りの方とか見るとみんなこれをやった時あると。よりづけみたいな、こう叩いてこう、パッと貼るような感じですね。はい、これ実際に使われてたもの実際に使われていまして、だからウトロの人たち、主にたちがこれを見ると、ああ、昔やってたらこうやんねんで、ああやんねんでって言ってみんながね、自分のやり方を披露して、洗濯物ののり付けと、言うこと聞かない子供たちを叩くものだったというふうに言われていますね。なるほど。でも実際にこうやって写真とともに見ると、なんかその当時の生活音が聞こえてくるような感覚になりますね。そうですね。これなんかまさに生活の風景。はい。そうですね。このウトロ地区で本当に代表的な一世の方で、もう挨拶、口癖がおはよう、こんにちはじゃなくて、ご飯食べたかと。お腹空いてないかということで、ちょっとでもその空腹の感を出すと、もうそのまま家にあげられてですね。あれ食べ、これ食べっていうふうに振る舞ってくれた方なんですけど、ハルモニオ、オレオレ、サラジュセヨ、表現が独特な在日コミュニティの表現、若干本土の人たちは使わないような言い回しだってことを、どうなんでしょうか。はいはい。この、お子さん、お孫さんがですね、平壌に行った時に、お土産として、こういう絵をくれた、送ったやつが家にあったのに飾ってるんですけども、そうですね、長生きしてくださいというのを、本国ですと、オレオレさせよって言うんですよね。でも、在日の私たちは、やはり日本語から朝鮮語に翻訳していくので、そこでちょっと齟齬が生まれてですね、オレオレサラジュセヨ。だから私のために長生きしてくださいみたいな、こういう表現になってしまうというのもすごくユニークだなと思って。ここに平壌土産っていうふうに入っているので、多分お孫さんがこういうふうに書いてくださいって頼んで誰かが書いたような気がするんですね。で、分断の構図っていうのは朝鮮半島残念ながらある中でまだ解消されてないので、民族教育に比較的あるいは熱心だったのは、むしろ朝鮮半島の北側であって、南の方には民族学校も4つぐらいしか作らずに、なるべくこう、なんか在日に対しての不信感っていうのも多かった。と同時に、学びたいのであれば本国に留学せよっていうような方針だったので、具体的な数字は私も確かではないですけども、朝鮮学校と呼ばれる学校がかつては167ぐらい、そのくらいの前後であったということで、今随分とこう縮小してるっていう状況ですけども、当然、数字はちょっと私自信がないんですけども、そのくらいあったというふうに理解してます。そうですね。やはりその日本の方でも、例えば韓国の方でも、その朝鮮学校というとその北と関連させて、やっぱ政治的に怖いというようなイメージを持たれるんですけども、そこに書いてるのも生身の人間。ですし、いろんな思いがあって、で、こういう、ね、当たり前のように、平壌に行って、
ね、あの自分のハルモニー、おばあちゃんを思う気持ちをこういう形で表現してるっていうのも、まあ、人々に生活のレベルであの身近に知っていただきたいなというところで、そういう展示をしています。これもあのかまど、かまどってなかなかあの今の生活の中ではこう触れないようなものですか。これも実際にハルモニーの家でこう使われていたもの、ね、使われていたもので、当時のこのかまどはすごくいいものだったんですね。みんなその赤土でかまどを作ってたりしてたんですけども、あの当時、まあ、お釣り屋さんがいらっしゃったり、義理のお父さんがいらっしゃるときは生活は一定安定されてたんですよね。でもその若くしてお釣り屋さんを亡くしてですね、義理のお父さんも亡くなって、もう独居になると、その後この方の家はこの地区内でもかなり老朽化した部類の家で、あの厳しい生活環境だったということで、カレンダー見ると2012年ですから10年前の生活ですよね。そうですね、この写真自体が2012年ぐらいですね、カレンダーに、はい、そうですね、すごい、ものすごい忠実に再現してます ね、 ですね。でもテーブルの上にあるものから。はい。で、もともとですね、まあ、部屋を再現しようということで、考えてて、その展示の業者さんが、こういうパネルで作りましょうって言った時に、僕はイメージとしてはすごく安っぽくなるし、やめてくれと言ってたんですけども、まあ、実際置くとすごくリアルで。なんか話しかけたくなりますよね。そうですよね。アルモニに。もともとこの、お膳もですね、このお膳とお酒とコップだけ置いてたんですけど、明太子がまた。そうです。地区の人が、はい、ビールないやん、ビール持ってきたで、ビール持ってきてくださったり、ただその日本人支援者のお方々が、はい、このハルモニアのタラコが好きだったからって、タラコを持ってきてくれたり、だんだんね、お供え物が増えてきて、日本文化と朝鮮文化、箸を縦にするか、横に並べるかってところも、いろいろとどっちが正しいんだって、いろいろ面白いことになりますけど、ここは横に並んでますが。で、雨が降るとね、浸水もひどかったりですね。うん、また、外国人ということで年金に入れずに、年金の裁判も得られて、すごく、まあ、苦労された。方なんですけども、やっぱりその悲壮感がないんですよね。この写真もそうですし、生活をして見ていると、だから、ね、辛い思いしてるから決してかわいそうな人じゃなくて、痛みをしているからこそ人に優しくできる、そういったところがあったのかなということで、こういう笑顔の写真で、まあ、こちらから参照ということで、この土地の問題ですね、立ち退き問題の部分になるんですけども、やっぱりここの、裁判ですね。この土地の裁判が、このウトロ地区というのが植民地支配であったり、戦争というのを背景にして生まれ、で戦後もやはり差別の中でたくさんの朝鮮人たちが流入してきた。こういう社会の背景と、その中でも生活を一生懸命暮らしてきたこの事実が一切認定されずですね。ただ所有権の争いということで、途中の所有権ない住民たちは裁判に負けて、明け渡しの命令を受け、ここからはいわゆる不法占拠っていうのが始まってしまう。隣人の支援があるのと国際連帯という言葉がありますけれども、まあ、隣人の支援よりも国際連帯という言葉に私はこう関心を寄せてしまうんですが、その背景にむしろ日本の地元や日本の行政、中央政府がやるべきことをやらないから国際連帯に頼らずを得ないっていうことを私はどう考えていくべきかっていう課題だと思います。いかがですか？そうですね、まあ、そこの、ね、とても大事なポイントだと思うんですけども、私としてもこの46年間日本で在日として生きてきて、やはり日本政府だとかこの行政に、まあ、頼るとか改善を促すというのがすごく現実的な解決策としては体には多分染み付かないんですね。何を言っても無駄だっていうところになりますので、やっぱりどうしてもその国際連帯とか、そういうところに頼らざるを得ないんじゃないかなという感覚は持っていますね。なら非常にこうこの自分たちのその暮らしの工場が、から追い出されてしまうんだろうかっていう、その、まあ、裁判だったりですとか、そうしたことを非常にこう長い戦いになっていきますよね。いつ頃からこれが始まってで、で、どういうふうにそれがこう出口を見出していくのか、その点についても触れていただけますか？そうですね。まあ、ここのウトロ地区の問題が大きくクローズアップされるっていうのが、1986年のここに水道がないということが、特にその地元の日本人市民たちに
知れ渡りですね、そういう人たちがそのウトロの生活環境を改善しようというところから支援運動が始まるんですね。でそのタイミングの中で、土地が転売され、で、裁判を受けて、まあ、ずっとその裁判自体は2000年まで続くんですね。で2000年の時点で住民たちに明け渡し命令が下される。でそういった中でもその時点で諦めずにですね、ずっと声を上げ続けていき、で2005年にこのウトロの問題が韓国でも大きなイッシューとなって、2007年に韓国市民、韓国政府の支援金が届きまして、土地の買い取りの大きな目処ができたということで、土地の問題というのはそのような経緯です。実際にこう、まあ、住人の人たちもこう自分たちなりのこう様々な形で声を上げてこられたと思うんですけれど、声だけではなくて、その楽器だったりですとか、もういろんな手段でこう意思表示をしてきた痕跡というのがここに残ってますよね。そうですね。本当にできることは何でもやったというようなことが、この写真を通じてもわかると思うんですけども、またほどこういう運動というのは、この社会の不条理の中で強要されたものとも考えられるんですけども、当時このチャンゴを叩いてですね、パレードをしていた、特にオモニたちに話を聞くと楽しくて仕方なかったっていうんですね。やはりその抑圧されてたものを社会に表現する、それをみんなと仲間と一緒にするっていうのが、とても楽しかったということで、で周りからその右翼とか妨害されても理解ができなかった、私って下の仕事やってんねんでっていうような、そういうマインドだったんですね。21世紀の若い人たちにとって、生きる今の人たちにとっては、集会とかデモとかパレードっていうのは一部のなんか過激な人たちがやる特殊の何かっていうイメージがあるかもしれないですけども、先ほどからのいろんな歴史を見てもですね、生活の権利を一つずつ守っていくため、または獲得していくためには、こういう長い道のりのものを一つずつ積み重ねていくんだ。で、これは決して特別な、または過激な人たちのものではなくて、私たち一人一人の生活の権利を、社会をどう変えていくのかってことであることの一つの兆しというか証拠だと思います。このあたりからまた国際連帯がどういうふうにこうつながっていたのかっていうところがフォーカスをされるところですかね。そうですね。まあ、ここの部分に関しては、やはりその先の報道の不法占拠っていう形も、やっぱ日本の司法の体系の中で作られてしまう。でもその国際人権だとか、国際的な考え方の中では、こういうことはあってはいけない。日本政府が、この問題を救済する、措置を取るということを、そういうことに対して、韓国が国際機関等々から出るということなんですけども、日本政府はそれに応じない中で、この問題が韓国の人々に伝わって、ここで韓国で運動が始まるところから大きな転機を迎えるということになるんです。この場所っていうのは、その入り口のところでも先ほど述べましたけれども、実は日本社会の、まあ、多文化社会に向けての、まあ、玄関口としてのシンボルになりうるし、まあ、コロナで人の移動が自由ではありませんけれども、韓国や北の人々が出会える空間かもしれないし、在日というコミュニティを理解するという一つの場所になるかなというふうに思っています。本当にコロナが始まる前でしたら、こういう記念館がなくても、このウトロに約年間1000人訪れてた中で、その半数が韓国の方だったんですね。韓国の熱い支持が一時こう設立の中にあったと思うんですけども、これがこう今の緊張関係にある日韓関係でこう複雑な気持ちで捉えられる部分ももしかしたらあると思うんですけども、こうナショナリズムを超えた意味としてのウトロっていうのをどう希望されています？そうですね、その歴史問題をその争いのための歴史問題ではなくて、本当にその人権という普遍的価値を守る、そこにおいてはその日本人であれ、在日であれ、韓国人であれ、いろんな違いを乗り越えるべきだし、乗り越えられるという、そういう記録がまさにこのウトロの運動の記録で、そこはとても大事なポイントだなと。その点、先ほどのハルモニーが笑顔で日常を過ごされていたり、つまり韓国の人々がもしかしたら、在日コミュニティは、コリアンたちは非常に悲惨な状況で、
ずっと苦しい状況だけの、あの、暮らしが続くっていうイメージでいると、またそれはちょっと違うっていうことがあるかもしれませんね。だから、やっぱりそういう、以前はそういう人たちが多くて、まあ、ちょっと、かわいそうな残忍なことを私たちが知ろうという、タッチで来るんですけども、やっぱりウトロのメキシコの在日の人たちと、特に日本人支援者との連帯、そういったものを説明すると、あの、かわいそうな人たちじゃなくて、すごい人たちだなと。自分たちが意識せずに生きてきたものをすごく体現していることだということで、まあ、むしろあの力を、ね、あの変えるという人の方が多いです、ね。あの、先ほど来そのご説明いただいている、例えばその今のこう、ヘイトスピーチだったり差別の問題を考えても、不法占拠という言葉が切り取られて、うんで、一人歩きして、で、それがまた新たなこう差別の増産につながってしまうという現状が未だにあると思うんですけれど、この土地問題自体はどんなふうにこう、克服をされていったのかという点についても触れていただけますか。はいはい、そうですね。まあ、この土地の問題、明け渡しの命令が、司法によって出された状況において、現実的にここで住み続けるためには土地を買い取るしかない。そういうふうに、あの、運動が展開しているんですね。そういった中で、まずその韓国の市民、NGO の方々が、あの、市民募金を始めます。で、市民募金で買い取る金額を集められないというのは分かっていながら、その市民たちの動きで韓国政府を動かそうと。そういう考えで運動が展開されているんですね。そういった中で、この市民募金に韓国市民約15万人が参加して、日本円で6000万円を集めてですね。で、その力で韓国政府を動かし、最終的には韓国政府が約30億ウォンの支援金を策定することによって土地の買い取りが現実的に行われたという流れになります。それがこちらのパネルですかね。そうですね。はい、こちらのパネルで本当に今までずっとですね、この土地がどうなるんだと追い出される、ね、その時に物理的に住むところがなくなるというよりもやっぱり自分たちの生きてきたも人生だとか自分たちのこれからがもう否定されるというところで、あの、常に鎮痛な暗い街だったというふうに聞いてるんですけども、その韓国政府の支援、いろんな方々の支援で土地を買い取れることになった、つまりここの自分たちの生活を守れるようになったとなって、すごくあの笑顔で溢れている、そういう写真をですね、ここ。これもすごく、あの、象徴的なミニチュアですよね。こう人が。そうですね。はい。青空の下で集って。はいはい、まあ、もともとこのエルハという建物がありまして、ここは、あの、ウトロ地区の集会所でもあって、その前の広場が、まあ、あの、焼肉広場と言ってもいいほどの、人々の交流のスペース。だからこのウトロの問題というのは、本当に人権問題としていろんな人たちが繋がった。ものではあるんですけども、やっぱり人と人が、向かい合ってですね、座って、一緒に焼肉食べて、ビールでも飲んで、そうやって、あの、人々の、本当に情が行き交って、まさにこの、強い連帯が生まれたということで、とても大事な、あの、空間なので、こういう形で、あの、展示をしています。で、4つのセクションのうち、次が最後の、こう歴史をこう、順繰りにこう巡ってきて、これが今に通じるところっていうところですよね。まあ、現在のウトロ地区ということで、まあ、新しい街づくりが進み、こういう平和記念館ができたというところなんですね。まあ、特にこの今までウトロ地区っていうのが、あの、本当に異質な、とても怖い、汚い、近づいてはいけない、そういうふうに言われてた街が、今となってはですね、いろんな人たちが集まって、いろんな人たちが学びに来て、いろんな人たちが出会う、そういう場へと、ほんと180度変わったと思うんですよね。で、それがやっぱり、ね、住民たちの今までの戦いの結果であるし、日韓市民、様々な人たちの連帯のを作り出した結果だということで、この成功例としてあるというのがすごく、大事なポイントかなと思います。あの、展示にも、あの、タイトルの一つにありますけれど、この小さな統一という言葉が、あの、よく使われると思うんですけれど、この小さな統一という、こう、言葉に込められたものというのはどういったことだったんですか？そうですね。あの、まあ、先ほどのこういう連帯というのが、まあ、いろんなその人々の違い、立場であったり、国籍であったり、民族であったり、ルーツがあったんですけども、それを、通り越してですね、それを乗り越えて、それは私はなくなるものではないと思ってまして、違いというのは。
違いはなくすものであって乗り越えるものとして乗り越えて、このウトロというとてもとても小さい町なんですけども、そういういろんな人たちがいろんな違いを乗り越えて一つになると、こんなにとんでもない大きな力を発揮するんだということで、特にやっぱりウトロ問題というのは歴史の問題と差別の問題であると思うんですけども、これはすごく日本の社会では根深い、解決が困難な問題を乗り越えた、そういう大きな力がこの町で生まれたということですね。ここは韓国または朝鮮半島本土の方からは統一っていう言葉をこう当たり前に使いますけども、日本に暮らしていく人々からすれば統一の言葉に置き換えられる別の言葉は何なんだろうかってことをもう一度一緒に考えていくってことも大切かもしれません。そうですね。でこの統一という言葉がね、その政治的な言葉にとらわれたり、またその公を否定するような風にも解釈されるんですけども、やっぱりここに来た一世のおばあちゃんたちがよくおっしゃってたのが、こうやって分断して喧嘩してやってるから私たちはこういう目に遭うんだと。でそういった分、みんな仲良くして一つになればこんな状況になってないっていう風におっしゃってて、早く統一しないといけない、うん、だからその統一という言葉の中には政治性もなければ個の抑圧もなくて、むしろその分断という構造によって、抑圧された個人を救うものであるし、政治的な考えではなくてただただ目の前の分断を乗り越えようという、うん、そういうメッセージだと思っていますので、うん、とても私は大事な言葉だと、はい、さっきミニチュアで再現されていたのがこういう光景ですかね。そうですね、まさにこういうところで、はい、まあ前の広場もですね、広く撮ってるんですけども、この記念館におけるその住民たちの要望としては焼肉できるようにしてくれということで、やっぱりこういう歴史があって、はい、こういうつながりがあったから今私たちのウトロが守られたんだっていうのを多分自覚されてると思うんです、ね、ただ焼肉は好きだからだけじゃなくて、こういう経験があるからだと思います。ありがとうございます。ここまでがじゃあ2階の常設展示、ね、ということになりますよね。で先ほどね、入ってきた時に裏に白黒の昔の写真があったと思うんですけど、この裏面に現在のウトロということで、みんながつながって出会って仲良くした結果、みんながこうやって笑顔になったんだよ、はい、笑顔になれるんだよというのをここで展示をしています、たくさんの人がぜひ全国からまた海外から来てほしいなと。そうですね、うん、本当にここの人たちがこういう、ね、ウトロ の, その歴史運動という中で あたかもその運動家みたいな戦う人たちに移るんですけども、本当に平凡な一市民であって、まあね、本当に人の社会の中で共有された運動を一生懸命、まあ、最後まで諦めずに声を上げ続けたというところにすごく大事なポイントがあると思います。もしよろしければ3階 の, こちらは企画展というの会ということになりますか、ね、そうですね、3階が企画展事情となりまして、はい、第1回の企画展がそのまま残っていますので、はい、ご案内いたします。お邪魔します。ここはその企画展示室となってまして、これが企画をたくさん入れ替えながらですね、リピーターが来ていただきたいということで、やっぱり第1回の企画展として私たちがやりたかったのが、このウトロに来た人々、この記念館を見ずに行かれた人たちを皆さんに紹介をして、この人たちがどのように生きてきたかを感じていただくと、こういう企画でございます。じゃあ彼らの声をこうやって残しているって感じですね。そうですね、こういうエピソードこれはいつ頃まで企画展の予定なんですか。そうですね、まだ明確には決まってないんですけども、まあすごく好評なので、本来はその半年だとかそういうふうに考えてたんですけども、まあ1周年まで置いておこうかなという、その次の企画展はいつかまた計画されると思うんですけども、はい、どういうものを作ってみたいというのは何かあるんですか。そうですね、今まさに、企画展の準備をしていまして、次は、ね、ウトロの女性たちということで、本当に頑張られた海の姿っていうのをね、ぜひ皆さんに知っていただきたいなという準備をしています。奥に行くと実際にこれはハルモニーが使っていた手押し車ですかね。ハルモニーが使っていた手押し車ですね。でここの建物が燃やされた倉庫
あ、こちらがそうなんですね。でこれを引っ張ってですね、よく街を歩いていた。もうそれぞれのこう生きた痕跡がもうこの部屋にこうギュッと凝縮されているっていう感じがもう一歩こう踏み入れるとこう伝わってきますよね。はいはい、そうですね。だから一つ一つの言葉をですね、音にして読んでみていただきたいなっていうふうにも思います。ただこう黙読するにはもったいないというか、そういう形でこういずれは朗読になるような企画もあって面白いかなと思います。ぜひぜひ取り入れさせていただいて、これからですね、視覚障害者とか聴覚障害者の方々がしっかり楽しんでもらえるように、そういう音声での説明とか、そういったものも今後検討しますので、そういったものを取り入れさせていただきます、はい。ここから少し記念館を出て、ウトロの放火跡地を見に行きます。もともとここの場所にですね、こういう、いわゆる看板の家と言われる、まあ、ウトロのランドマーク的な建物がありまして、ここにこうやって看板が付けられてたんですね。でこの看板の中でもこれ同じ建物なんですけども、2008年以降、2007年に観光船の支援が決まって、まあ、これからウトロを守っていけるということになって、こういう戦いの看板じゃなくて、みんなが出会える、集える、そういう多文化共生の笑顔があふれる街にしようということで、この看板住民たちが直接付け替えたんです。でこ の, 道路整備に伴ってこの建物が解体されるので、これを大事な看板、街の記録として外してですね、倉庫に保管していた。その倉庫が今回その放火されて、この看板類がほとんど消失した。それはたまたまなんですか、それとも狙われたんですか。狙ってたと言っていますね。YouTube とかインターネットで調べて記念館を作ろうとしていた。でこの不法占拠者のこういう歴史を残そうとしているのが許せない。この看板を消失させてこの記念館を阻止したかったというふうに供述している。ですね、この放火で被害を受けた建物というのが7件になっていまして、そのうち5件が空き家で、その空き家5件のうちにこの倉庫があるんですね。先ほどの看板を保管していた。残り2件がこちらの民家となっていました。ここはもう人が住んでいたところ。なのでその時はたまたま犠牲者が出なかったけれども、犠牲者が出ていてもおかしくなかった事件だったということですね。そうですよね。去年の8月30日午後4時平日の月曜日なんです、ね。なのでここの家は家に小学生2人が住んでいまして、子供部屋が2階だったんですよ、ね。で本来だったら子供がだけが家にしかも2階にいて、で2階にいるときはそのゲームとかイヤホンをつけてやってることが多くてですね、でやっぱ炎症というのは2階の方から煙がいきますので、本当にいつものようないつものように子供がいたら本当に危険なことが起こっていた。ここの放火の場所にですね、ここの近所の主にがですね、菜園を始めて、生産な風景が残ってるんで、ちょっとでもみんなが和むためにということで、菜園を始められた。唐辛子。そうですね。唐辛子とごまの葉と、朝鮮かぼちゃ。で、ここを耕してる主にがですね、これから記念館できたし、焼肉するだろうと。自由にこれ持って行っていいしなということで、いろんな人たち焼肉したら来てな、これ食べてなって言っていらっしゃる。この唐辛子は食べ頃ですか。ね、そろそろ、すごい辛さです。辛さ、色が綺麗ですよね。おいしいおいしい。本当。いけますよ。あ本当ですか。騙されたと思って全然辛くない。本当。はい。あ、すみません。はい。本当に。嘘。本当。だって今ペロって舐めただけでピリッときましたよ。そうですか。あ、そうで、そうでもある。後で来るんですよね。本日はご案内ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
先日ですね、このウトロの放火事件に対して、まあ、懲役4年というふうに犯行に及んだ男性に対して、まあ、判決が出たわけですけれども、その判決の内容、例えばその、あ、これは評価してもいいのかもしれないなという点と、逆にそこからこう見えてきた課題というのはいかがですか？そうですね。まあ、判決を受けてですね、やっぱりまあ、正直な感想としてはホッとしているということで、この放火だとか、そういう差別、偏見、そういったものが、無視された判決になればどうしようかという不安ばっかりだったので、まあ、そういったものが、ではなかったので、ホッとしていますし、ちゃんと住民たちに、説明できる内容だったなとは思っています。で、特にその中で言いますと、やっぱりウトロ地区の、その看板であるとか、それがその生活の拠点であったり、この地区を象徴する大事なものとして、位置づけられていましたし、またそういったものが、損なわれた、そういう経済的な損失のみならず、精神的な苦痛、住民たちの辛い思いにも、しっかり踏み込んだ判決だったので、そういった点ではすごく、評価ができると思います。まあ、例えばその、これまでの展示を見させてもらったときに、まあ、ここで暮らしている方々というのは、記者会見の中でのやり取りでもありましたけれど、その、ここに住んではいけないんだ、あなたたちは出ていくべきなんだというふうに、司法の中でこう認められてこなかったという経緯がありますよね。で、今回の判決は、その、まあ、司法の中で住民として、その、受けた苦痛というものが、まあ、司法の中でこう正面から受け止められたという点に関しては、一歩と言っていいのかわからないですけれど、半歩前進したのかなというふうな印象を受けたんですけど、その点はいかがですか？そうですね。まあ、そういったところの文脈が、まあ、どれほどの前進かというのはまだわからないんですけども、ただおっしゃってたように、今その司法によって無視され、生きることを否定された人たちにとって、今回司法が、この人たちの被害、にしっかり向き合ったっていうのは、住民たちに、ぜひ、私は伝えてあげたいという、そういうふうにも思いますし、そうですね。まあ、そういった中で、今回、判決が、そういう差別による犯行の被害ですね。そこに踏み込んで、判決が出されたということで、まあ、そういった意味では、すごく、大きなというか、その大きさはわからないんですけども、大事な前進があったと、そういうふうに受け止めていますね。暴力的な方法に訴えてまででも、こうやって排除したいと思ってしまう人々が生まれてくるこの社会的な構図をどうやって考えていくのかといって、先日の判決が残念ながらこう全部の人々に知られてない、その事件のことすら知らない人がまだたくさんいるだろうということで、どういうことをこう社会的な教訓として伝えていくのか、これはある意味で今後のウトロの平和記念館の活動に期待する部分でもあり、一緒に考えていくべきかなっていう宿題であるような気がします。そうですね。まあ、こういったね、事件が起こったということと、起こる社会なんだというところですね。そこをしっかり社会の一人一人が受け止めないと、こういった問題が改善されていかないということですし、まあ、そういった意味では今回メディアの方々ですね、まあ、こういうメディアを通じてですね、たくさんの方に伝わる、伝えてもらえたということで、そういった部分も大きな前進だなというふうに私は受け止めています。判決の中で、例えばその出自に対するこう偏見だったりですとか、あるいはその嫌悪感情という言葉が使われていましたけれど、まあ、それが重く受け止められた判決なのではないかというふうに読んでいて思ったところなんですが、その一方で、これはスマンさんも触れていらっしゃったところですけれども、差別という文言が日本のこう司法の中で判決になかなかこの、言葉が盛り込まれない、そういった課題感に関していかがですか？そうですね。まあ、私もその専門家ではないんですけども、やっぱりそういう判決文の用紙を読む限り、もう本当に事実上のヘイトクライム事件だと言ってるにも等しいというふうにも捉えられるのかなと思うのに、でもおっしゃったように、なぜその差別っていう言葉を出さないの？なぜ人種差別っていう言葉を出さないのか、それを避けるのか。というところにすごく疑問というよりもやっぱりこれからの課題があり、むしろその課題がもう明確になったんだと、やっぱりそういった本質に目を背ける
社会のシステムっていうのがあらわになったわけですし、そういったものをしっかり今後取り組んでいかないといけないなというふうに思います、ね。今回の放火事件は刑事事件として立件化しやすいっていう方法、放火っていうのがあったからなんですね。そうではない形のヘイトクライム、ヘイトスピーチが差別という形として、こう実際は差別なんだけども、日本の検察とかがなかなか動きづらいっていう形で蔓延してるってことももう一度考えたいと思います。そうですね。ここでその生身の人たちがこう生きていたんだということだったりですとか、でそしてどういう課題がこの社会の中に未だに構造として残っているのかだったりですとか、この記念館本当にこうたくさんの学びを私もこう一周していただいていた場だったんですけれども、最後にこの記念館をこれからどういう場にしていきたいのか、まだ今年のこう4月に再開したばかりですけれども、どんな場としてこれから築き上げたいのかという点についてか、そうですね。このウトロ地区の歴史を通じて、やっぱり在日の歴史、つまりこの社会における差別の歴史だとも言えると思うんですね。でそういったものにしっかり向き合ってですね、でこの差別のない社会、みんながたくさんの人たちが分かり合って仲良くできる、そういう社会を作っていこう、ないしはこういう作れるんだという実感を持っていただいてですね、でみんなが元気になって、よし頑張ってみようとか、私たちがやってること間違ってないとか、そういう思いを持っていただいて、みんなが積極的に新たな行動に進める、そういう拠点になれればいいかなと思っています。今日一周この地区だったりですとか、この記念館を一周していただいて、本日はいかがでしょうか。今スワンさんがお話しされたように、差別をなくすっていう方向性に向かうために、逆説的ですけれども差別の可視化がやはり必要で、差別っていうのがあるんだということをみんなが認識しないと、差別はなくすことができないと思うんですね。でそのためにも、このウトロ平和記念館、あるいはウトロという空間を通してみんなが感じ取って、自分の周りの生活空間の差別ということを感じる、生きた、そういう意味での本当にミュージアムだなというふうに感じました。可視化して、で共有して、で共に考えていくという、この一助にこの動画シリーズになっていけばというふうに思っています。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、第8回ですね。そうです。はい、今回はウトロ平和記念館のキム・スファンさん、副館長のキム・スファンさんにご登場いただきました。今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介したのは展示のほんの一部です。ぜひ皆さんもウトロ平和記念館を訪れてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。